はい、こんにちは、ペソでございます。コメデン21回目やっていきたいと思います。陛下、急なお呼び出し何かございましたかと。コメン大変なことになった、ギア5、それに強族や南蛮が一斉に攻めてきたそうだとね。ギなど宗神と毛達の二手に分かれている。一体どうすればよい。なるほど、ご心配には及びません。すぐ対応します。しかしどうしたのだ。5です。5とは争うべきでなく、むしろ同盟を結ぶべき相手でございます。義に対抗するにはそれしかありませんと。ただ同盟を結ぶにあたり、その使者に適任な者がいるかどうか。ああ、当主さんですね。上昇、もしよろしければ私が5に参りましょうと。ほう、そなたの名は。当主と申します。この任務、命を懸けて成し遂げますと。この任務の重要さを理解しているようだ。ではそなたに頼むとしよう。ごと同盟を組むのは良いのだが、孔明、残りの敵は大丈夫なのか。あ、お任せくださいませ。それでは会場で軍議を開きますので、これで失礼いたしますと。本当に大丈夫ですか。5を除いても4方向から敵が攻めてきているんですよと。はい、軍資金ですね。で、回復の麦ね。はい、では会議場に行きます。で、今回はね、もう関羽さんと張飛さんが、まあ、ここで本当は使えるんですけどね、引退されるんでね、できるだけちょっと若手連れていきたいと思います。上昇、お待ちしておりましたとね。皆、上昇に申し上げたきことがあるそうにございます。皆、の意見をお聞きくださいと。まずカオンさんから。上昇、わしに戦法もお任せくださいと。毛達には大きな借りがありますからなと。宗神軍の通り道にあるのが傭兵館、強族軍との通り道にあるのが聖兵館ですよと。聖都の北方にある城が関中で、その東方にある城が常陽ですと。常陽には義に下った毛達が守っていますと。強族が来襲している傭兵館にはぜひ私を差し向けてくださいと。義の増援部隊はすでに長安を出発したとか聞きましたぞと。戦いが長引けば長引くほど我々には不利となりましょうと。傭兵館に攻めてきている宗神は大将軍となってから日が浅く、実戦には慣れていませんと。百戦錬磨の趙雲殿でしたら宗神など相手にもなりますまいって言いましたね。義に願えた毛達と私は親しい間柄でした。できれば説得したいと思いますと。馬長殿は清涼の生まれです。阿鼻能さんでよかったんだっけね。強族からは、真意天将軍と呼ばれ、今もって盛んな聖望がございますと。馬長様なら聖兵下にいる強族の勢いを削ぐことができるんでしょうと。毛達は元来職の将でした。職にいた頃は李玄殿と親しい間柄だったそうです。今毛達が一言を控えて攻め込んでいますが、李玄殿を毛達に向かわせればきっと兵を退くはずですと。はい、行きましょう。セーブはしません、もうすでにしてますんでね。では部隊編成しましょうということなんですけども、趙雲さん、この辺はね、であとは観光さん、長方さんがねまだ出てきてないんでね、戦車の方、で李海さんとあと一人どうするかだね。あ、官邸ちゃんがいるね。はい、これでいきましょう。ここからの攻撃はまずないだろう。まずは義軍と強族を防ぐと。宗神さんですね。
さあできるだけね、これ誰？これダチョウさんか。ダチョウさんこっちだね。からでもいいよね、全然。ここまでだから、まず脅かしましょう。はい。我が名は馬長、命が惜しくなければかかってこいと。あの声は まさかそんなとね。あれは新位帝将軍の馬長様だ。俺たちが相手できるわけねえと。でみんなのね、攻撃力はこれで加工するんで、馬長さんがここの砦に入ればね、まず防げますね。で送信軍はね、もうちょっと引きつけてからにしたいと思いますので入られるとね、ちょっと苦労するんで、はい、我こそは超運気の衝動も尋常に勝負せよってね。
何、諸藩派で100万の大軍の中を一気で駆け抜けたという男かとね。あの御血に勝てるわけねえと。そうだそうだ、勝てるわけがねえとね。これみんなね混乱しますので、ここで一気に入っちゃいましょう。よいしょ。これがまたね、なかなかしぶといです。はい、あ、嘘、早っ。まあこんなもんかな。はい、まあこれで見ればね、あんまり、うん、回復してくれるからね、なんとか。おお、早いね。宗師様、援軍はそこまで来ていますとね。はい、で下流ですね。よいしょ。はい、
ね、リゲン、俺のことを友と呼んでくれるのか、諸君を裏切ったこの俺を、使える国は違えど、君は私の友だとね。リゲン、お前とは戦いたくない、上位まで退却すると。これでこの舞台、ちょっともったいなかったかな。はい、でこれは止めときましょう。あとはこっちね。まあ食らってもね回復するから。下流しか届かないね。弱いな、雨降ってるから。ああ、まあちょっとだけ減らしたね。うん、これで大丈夫ですね。はい。
まあ、結構計略ね使ってきますよね。ああ、観察がプラス3だね。ああ、やっぱりはい、では、戦闘の途中ですけど一旦ここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それではさよなら。